フェ建築カフェ。はい、始まりました建築カフェ。私はパーソナリティ建築デザイナーの藤村正嗣です。はい、そしてアシスタントの竹村あまりです。この番組は毎週月曜日5時30分から生放送でお送りしております。本日はね、ちょっとスタジオ飛び出しましてね、はい、出ましたね、はい、まあ、お隣というか五光町三条の、はい、ラジオカフェ店舗というところでですね、はい、アクセスフリーでということで、はい、もうすでにゲストさんが何人か来てビールを飲んではります、はい、私もビールを飲んでおります、ね、なんかまあ、建築カフェっていう名前にしたのはね、もともとフランクな、まあ、スタイルで、はい、まあ、お茶でも飲みながら建築談義しようかなんてことで、はい、建築カフェという名前つけたんですけどね、はいはい、まあ、まさに今日はこういう感じでビール飲みながら建築の話しようかみたいな会にしました、はい、思ってた通りの感じ。そうですね、はい、で、まあ、生放送なんでね、はい、今から来てもらっても構いません。そうです ね、ちょっとずつゲスト出てもらいますので、はい、ラジオ出たい人で、そこら通ってる人、まあ、30分以内にね、来てもらわなあかんけど、その番号はあかんけど、はいはい、以内に来てもらったら出てもらえるかな、はい、ね、ってな感じで五光町三条下がる、なんていうんだね、三条ラジオカフェ店舗、はい、ね、まあ、喫茶店みたいなのがありますので、その奥でやってますので、今からでも、大丈夫ですので、ぜひ、来てほしいと思っております。はい、ちょっと見たろうかな、ね、覗いてもらったらね、そう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 、はい、ちらっと見えるかな、見えますね、五光町通りから見えると思いますのでね、はい、今日ね、なんか僕時間の感じがよく分からなくて、はい、まだじっと時間あるんですよね、これね、まだ大丈夫ですよ、あるんですよね、はい、特にね、今日はその何のテーマも決めてないので、はい、ちょっと皆さんに、まあ、建築、まあ、ちょっと建築に絡んでた方がいいかなと思うんですけどね、はい、建築に関するあれこれをちょっとずつ聞き出そうかなと思っていると、はい、まあ、例えばね、この番組に対する要望みたいなものが、ね、もっとこんな人はどやねんがあっても構わへんし、はい、まあ、ちょっと用途張る人も中にあると思いますから、もう もういるかも分からへん、5時から出してやるからね、いやいや、だからもうなんか、はい、こんなことやったらどやとか言われたら、はい、もうはいはいって聞いておきましょうか、今日はね。そうです ねということで、はい、今日もよろしくお願いいたします。えらい早いことないですか。早いですか。早いですね、はい、もうそろそろやね、行きましょうか。ですよね、はい、はい、じゃあこの番組は、はい、伊賀の浅田建築、亀岡の浅田建設の協力でお送りしております。私たちが作りたいのは建築物ではなく住まいという場です。年月を経て住む人に馴染んでくる、そんな住まいを提案します。伝統の匠の技と本物の素材にこだわった注文住宅を建築するなら浅田建築にお任せください。詳しくはインターネットで浅田建築と検索してください。建築ぶっちゃけトーク。はい、いつもは建築ぶっちゃけトークなんですけれども、ね、はいはい、今日はちょっと飛び出しておりまして、そうですね、スタジオちょっともうゲスト順番に紹介しましょうか、はい、そうですね、はい、順番に、まずは大石先生です。はい、こんばんは、はい、ありがとうございます。それと、はい、第1月曜日の大石ですね、吉川です。で、第3週のたまちゃんです。はい、はい、こんばんはやね、こんばんは、こんばんは、はい、よろしくお願いします。それと、ね、先月かな、出てもらった、衣笠さんも来ていただきました、ありがとうございます。こんばんは、よろしくお願いします。はい、ということで今5人ね、テーブルに座ってるんですけれども、はい、もう誰からでもよし、何か言いましょうか、大石先生から。そうです ね、今日はもうフランクに喋ってもいいということなんで、そうですね、なんかもうみんな好きなことを言いたいんで、僕もちょっとね、最近京都駅にね、京都駅、はい、京都駅に、はい、普段は昔から車で行ってたから、はい、京都駅を外側からこう見ながら入っていくんですよ。あ、そうですね、はい、であんまり感動しなかったんだけども、はい、最近 JR 乗ること多くて、はい、と京都駅に着いて、京都駅の原浩二さんのね、はい、京都駅舎見るとね、はい、やっぱりいいなと思って、ね、あの、こう、うん、30メーター以上の、うんうん、大伽藍のような ね、教会に近いような大伽藍が屋根がかかってまして、はい、で、まあ、階段がエスカレーターがずっとこう両方に分かれてるんですけど ね、で途中になんかこう UFO のみたいなものがこうぶら下がってましてね、ああいうね、ああいう建築見ると僕はやっぱり建築の力ってすごいなとね、
で、まあ、普段住宅とか割と小物なものをやってますので、はい、ああいう大空間で人々がそこに右往左往っていうかな、動いているのを見てるとね、やっぱりこう建築の力っていうか、だからあそこでみんな上を見てね、なんか僕はホッとするタイプで、うん、ああいう雄大なものが非常に感動を覚えるので、まあ、京都にいらっしゃる人もね、時々はまあ地下鉄かなんかに乗って京都駅に行って、はい、上を見て、あの大階段のエスカレーターを登ったり降りたりしてください。そう上からね、下見てもめっちゃ気持ちいいんですよね。たまちゃんも京都駅よく行きます？たまちゃん、行きます、はい、めっちゃ行きます、うん、あのね、最近ほら、車ではなく先生と一緒で電車で動くめちゃめちゃ多いので、うん、あの京都駅に着いて京都駅からどっか行ったりとかしますしね、うん、あの本当にそこ先生言うとはるとこで人との待ち合わせもすごいしますし、うんうん、気持ちいいですね、はい、京都あの、うん、天井高いっていうのが、うん、私は何よりも嬉しいかなと思いますね、まあ、要あんな雑踏でね、うん、大階段という椅子を作ったと僕は思いますけどね、はい、まあ、みんな座ってるから、はい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 、それはすごいなと思いますね、うん、はい、絹笠さん大阪からですが、はい、京都があんまりあれやね、いやいや結構行きますよ、そうですか、はい、でも今ほら大阪って言ったらグラウンフロントとかあるじゃないですか、はい、ありますけどね、やっぱりちょっとね、うん、狭すぎて、狭いですか、グラウンフロント人が多すぎて、人が多すぎて、人が多すぎてね、そらしゃあないわ、はいはいはい、かえって狭くて、そうか、なんか絹笠さんのなんか最近ピクッとくる建築物とかあります？最近ピクってくるっていうところではないんですけども、うん、やっぱり明治大正の頃のレンガ造りであったりとか、はい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 、石造りである、まあ、ここのカフェもそうですけど、はい、そういうところってこの1階 の、 あの天井高階高が高いじゃないですか、そうですね、そういうところは今先生もおっしゃったように、うん、やっぱり空間を感じれるっていうところはすごい興味持って、うん、特にこの三条通りはそういうところが多いので、そういう意味ではすごい、はい、もう空間つながりでそんな話をしたい、うん、でも大阪も結構あるんじゃないですか、そのレンガ作りとか中之島公会堂も含めて、本当、ね、飛びあちこち飛んでるんで、はいはい、こんなに割とつながったところっていうのは少なくて、そういう意味では、まあ、ないとは言いませんけど、やっぱり空襲がかなりあったので、ね、少ないですね、少なくなってる、はい、でも結構ありますよね大阪ね、僕も、ね、あのあんまり行かへんかったけどね、はい、あのなんか JCD の集まりとかでね、はいはい、そういうとこ寄って、はい、会合するんですよ、古い建物を寄って、はいはい、で行くとあええー、なーっていうのは結構ありますよね、うん、なんか免業会館とかね、そうですね、免業会館、うん、で私が参ったのも芝川ビルって言って、うん、あの個人の方でしたけど、もともとは貿易されてて、うん、壁厚が45センチですね、あるっていうところで地下もあったりするんで、すごいね、そういう意味では本当に今なかなか作れない建築物なんで、うんうん、やっぱり空間の素晴らしさっていうのが一番いいかなと思いますね、ですか、そうですか、ちょっといろんな方が来てられるんで、はい、ちょっと順番に出てもらおうかなと思うんですけど、はい、年齢順かなさっきね、またあの新しく来ていただいたので、なんか飲み物飲んで、はい、頼んで飲んでくださいね、はいはい、あの上原君呼びましょう、上原君っていうのはね、はい、あの実は私が造形大の通信を教えてましたね、はい、通信学部を教えてるんですけど、はい、その時の、はい、僕の教室のアシスタントをやってくれてるんですけど、まあ、もう建築家ですよ、ちゃんと設計できるんですけど、はい、ちょっと自己紹介してください。あ、まあ、普段はあの京都府立医科大学施設科というところで、あの、はい、まあ、病院建築と病院建築、はい、あとそれと、うん、まあ、設計管理、はい、修繕等をあのやっております。はい、お前できんやろかと思われるけど、でもやってるよね、やってるよね、生徒さんやしね、先生からね、でいつもね、こう、はい、あのアシスタントいろいろ映像のお手伝いとかね、いろいろやってくれてるんですけど、まあ、模型作りのこう、はい、サポートしたりね、いろいろしてくれてるんですけど、はい、実は彼が CD を出しました。どういうことですか、どういうことですか。実は歌手でもあるんです。歌手ちゃうかな、音楽家かな、まあ、趣味でやってるんですけども、はい、今日は流さへんけどね、流さへんけどね、でも流さへんけどね、あの僕 CD いただきね、この前ね聞いたんですけど、彼が何ギターとギターとベースと、うん、あとドラム、はい、あとキーボードを全部何でもできるじゃないですか、一人でやって、はい、うん、でそれがね、なんとね16ビートなんですよ。
もしかして知らんですか、ね、8ビートの倍ですか。分かりません、分かりません。速い、リズムが速い、はい、うん、だからものすごく速いから、うん、あすごいなと思ってたらやっぱ仕事も速いんですね、うん、あそう、ね、だから16ビートに慣れてる人は仕事も速い、うん、いやもう先生私らバラード系やから ゆったりいるんですね。あだから4拍子の人はね、4拍子の人は仕事が遅いらしいです、彼言われて。いやいやそんなことないですジャズではあかんらしい。いや突然ちょっと話を変えるけどね、はいはい、病院建築でね、はい、いじめましょういじめましょう、怖っ。京都の病院建築でどっかいいとこあるあいいところ、それをちょっと本当に、うん、まあ、実際やってて、うん、まあ、患者さん の, まあ、例えばいかに機能的に、うん、上手にアプローチとかをするのか本当にもう苦戦してまして。あそうなんや、はい、ね、はい、僕は時々京大病院行くんですけど、はい、新しくなったじゃないですか、はい、何年か前にね、はい、で入った時の、まあ、ロビー的なんですよ、そこね。あ、はい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 、天井高くなってて、はいはい、でカフェみたいなのがあってね、はい、で一瞬病院かどうか分からないぐらいなんですよね、はい、で僕はそれはすごく嬉しいなと思ったんですよ、はい、なんか病院に入るとそこは全然異次元で、うん、健康な人にとってはちょっといろんな、まあ、病気を、ね、患っている方がいらっしゃって、はい、なんか異次元に入っちゃって緊張するんですけどね、はい、そうではなくて、はい、まあ、病院とはもうちょっとこう身近に検査とかする人多いじゃないですかね、だから、はい、ああいう建築がいいなと、あ、まあ、あれがすごくいいというわけじゃなくてね、はい、ああいう手法がいいなと思ったね、はい、どうですか。まあ、大抵病院ってやっぱり無機質なんですね、空間が。で、私としてもやっぱり、まあ、無機質の中にどっか有機質な、うん、素材とかそういったものを、うん、要素を含まれた、うん、建築を、まあ、取り入れることを、うん、常に提案として投げかけてるんですよ、はい、でも結構なかなか苦しいもの、まあ、期待しておりますよ、本当に、はい、新しい機能も入れちゃったらいいね。ちょっとコマーシャル行きましょうか、はい、そうですね、はい、では一旦コマーシャルに行きます。明日建設は人々の成長と幸せの創造におき、確かな品質で応える優しさに包まれる住まいを日々探求してまいりました。建築って一度建てると50年ぐらい経ってるから長いお付き合いになるんですよね。だからホームテ選びは人柄で選ぶ時代、明日建設、富士にもおすすめですよ。私たちの思いで素晴らしい地域を想像してまいりましょう。想像してみてください。優しさに包まれたなら明日建設。匠のなんでもこーい、はい、では続きを言ってみたいと思います。はい、そうですね、今日はお便りではなくて、はい、ゲストさんがいっぱい来てるん で、はい、次のゲストさんです。インテリア細井さんです。はい、こんにちは。はい、どうも。たびたび名前はよく出てきますよ ね、 そうですね、2回ぐらい出てもらってるのかな。いや1回で、1回だけです。いやもうそれ以外名前がのやっぱりたまちゃんさんが ね、はい、いろいろ宣伝してはるところがあるのでね。さっき病院建築って出たけど、はい、病院のランドリーとかやってますよね。やってますよ、ね、カーテンランドリーね、はい、カーテンのクリーニング、ね、はい、そのランドリーって何ですか、そのカーテンランドリー。カーテン、どんなことですか。ね、ですから学校、まあ、病院なんか その大量にカーテン保有されてるところありますよね、はい、そういうところに、はい、トラック、はい、トラックですけど、ランドリー車のがあるんですけど、ね、洗濯車、はい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 、後ろのコンテナの中に洗濯機と乾燥機を積みまして、はいはい、で病院に行かせていただいて、はい、でその場で、ついてるカードを自分らで外して洗って乾かしてまた引っ掛けて帰るっていうサービスです。なるほど、だからもうカーテンがない日がないっていうの、その時に洗えるから、そうですね、まあ、大体90分間ぐらい、うん、あすごい、だからすごいホテルさんとかね、はいはい、病院さんとかに便利な、はい、まあ、システムを開発しはったんですよ、はい、インテリア細井さんで、はい、誰が開発するか知らんけどね。いやもう謎ですよね謎ですよね、はい、でそれやってはるの、それが、はい、それが中心じゃないですね。前も言ったでオーダーカーテンとかも最近あるね。そうですね、まあ、建築の内装工事とそれから、はい、オーダーカーテンの製作と販売です ね、こっちが、まあ、どっちかと主力ですけどね、はい、今なんか忙しい人あるみたいな。はい、最近ね、はい、ゴルフも誘ってくれあらへんね、忙しさ。いやもう行く間もないぐらい行く間もない、だんだん下手くそになってきました。宣伝しましょう、宣伝しましょう、先生、はい、先ほどね、はい、病院のその
エントランスがロビーみたい、ホテルのロビーみたいで気持ちいいって歌ったでしょ、あの亀岡のね、亀岡、はい、済生会病院、済生会、あ、ごめん間違った、長岡、長岡、全然違うし、長岡で全然違うし、全然違うし、生放送、はい、生放送、もうカットできない、長岡、長岡教師ね、はい、済生会病院のね、サイン計画をさせてもらってたって、ずっとお話ししてたと思うんですけど、そこはやっぱりコンセプトはそうです、はい、ホテルのロビーのような、うん、やっぱりちょっと居心地のいい空間をということで、うんうん、その今回も終わったのかな、工事が、はい、もうちょっと、もう少し、はい、少しガラッとその総合病院、はい、変わりました。僕らも見れるわけ、ね、あ、見れます、ね、はい、というか僕らも入れますね、はい、あのお世話になってもうてもいいかな、はい、お世話ならん方がいいかもしれないけど見てみたいですね、まあ、見てみたいですね、はい、はいはい、ぜひ、あの亀岡ね、あ、長岡ね、長岡ね、長岡ね、わかりました、長岡で、長岡です、はい、わかりました、はい、まあちょっと何人か来てもらってもっと、はい、じゃあちょっと変わりますけど、あのちょっと私の会社の先輩がさっきからビール飲んではりますけど、一口飲ませみたいになってありますけど、はい、エンジツさんまだ呼ぶないみたいなちょっと雰囲気ありますけど、ちょっとエンジツさんというのはあの私のワコール時代のワコール宣伝部時代の先輩のデザイナーでして、はい、今あの公共のね、あの京都市の、はい、まあ、役人になるの、そうですね、役人地方公務員です、地方公務員のふりをして、はい、ふりをして、うん、なんかふりちゃん、ふりちゃん、ふりじゃないね、ほんまやね、はい、であのサイン計画のね、はい、あの景観をなんかあのなんか看板をやってるという職業をしてありますよね、はい、景観、ま、守るために、景観を守るために、景観形成のために、景観形成のために、はい、そんな人違うけどね、この人ほんまは、なんか自分から看板なんか蹴ってあるだった人です、いやいやいや、ちょっと生放送そうですね、はいはいはい、終わってからにしてください、終わってからね、はいはい、若い時に木山市でやったわけです、木山市で若い自分でバラすっていう、もうそんなね、あの、はい、京都の景観壊してはった人ですけども、今はもう景観をね、はい、保護しようというふうに心入れ替えはってね、ほら景観守るポイントって何ですか、ま、あの原則どうですか、ね、行政指導の仕事なので、違法な表現物、うん、広告物を、はい、摘発していく、なるほど、はい、G 面です、 G 面、 G 面、ね、広告 G 面、看板厳しいんですよね、厳しいですよ、ね、うん、あ、特に自分が好きなのは色の管理ですよね、あの賑やかな色とか、うん、もうあのマンセル値で、出てますよね、制限されてますので、でマンセル値といってももうどうですかね、単純に色だけじゃない微妙な色ってあるじゃないですか、ありますね、はい、でマンセル値ではアウトやけども、うん、見た感じめっちゃええやんいうのも結構ありまして、そこは、自分の感性とか感覚とか入れながら、うん、どうですかね、管理職の方を説得して、うん、丸々、そうそうそう、丸、要はそれがちょっと血の通った行政というのをやっていきたいと思います。すごい、すごい大事だと思います。なるほど、あの数字でね、あの分からんもんっていっぱいあるのは、例えば取り合わせってあるじゃないですか。そう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 、例えばあのタイガースね、黄色と黒でしょ、はいはいはい、ね、うん、であれが黄色と白やったらまたイメージちゃうし、その取り合わせで全然違いも変わりますよね、はい、だからマンセル値が超えてても、うん、取り合わせによっては美しい表現でできるはずやからね。だから条例なんで一旦もうえいやというラインは、うん、ないと、景観作りできない、ね、行政指導できないので、ただそこは多少のあれはあってもいいんちゃうかなと、うん、なるほどね、そのやっぱ感覚というか感情の入ったね、はい、あの計画っていいですよね。いや、それ面白いなと思いますね、うん、なんか杓子定規っていうイメージがどうしても強いですからね、うん、あの行政がやってはることって、ね、まあ、生まれつき性格が杓子定規やったんで笑ってる人多いですけど大丈夫ですか。いやいや、もう自分で言ったと思うから俺の性格は一言で言うたら不破雷動やって言う、腕、ごれんに腕を締めやって言うたら深に釘や、深に釘や、そんなもんや言うたはったけどね、まあその心を入れ替えはったか分かりません。ちょっと あと30秒いいですか。はい、いいですよ、はい、もうぜひともちょっと言いたいことがありまして、はい、どうぞ。最近流行りのジェネリック家具のありますよね。ジェネリック家具、はい、ジェネリック家具、何ですかそれは。いや、いいと思うんですよ、薬品と一緒です。はい、そうです、うん、あの優れたデザインが、ローコストで、はい、いいデザインが大衆化されるというのは非常にいいことだと思ってます、はいはい、大衆の中に浸透していくというのは、はいはい、ただ
もう自分の稼ぎの中で、はい、いつか LC2 をいつかあの、はいはい、バルセロナをそうそう、いつかバルセロナをと思ってた自分にとって、はいはい、いつかそれが自分のステータスになるはずやったのに、はい、もうめちゃめちゃ買いやすくなってしまってリーズナブルじゃないリーズナブルになってしまって、自分のステータスどこ行ったんという反面、もう一方ではそういう、うん、あのいいデザインが、うん、広まることは非常にいいことだし、ただ一方で、うん、それらをあのイームズしろ何しろね、はいはいはい、それを超えるものが出てきてるのかいなと、微妙ですね、いう懸念とね、うん、いやもちろんいいのがいろいろ出てると思いますけどね、まあ、最近そういう意味でちょっとジェネリック家具がこういろいろ流行り始めて、いろいろ今ちょっと考えを巡らしているところです、まあ、ジェネリックっていうのは20年なんですよ、デザイン の、うん、あの権利がね、で20年超えてるんですよね、もうそのそうそう、今ジェネリック家具というのはだから誰が作っても違法じゃないので、あので安くでできてきたんで、まあ、高くで買ってた人はねちょっとショックやとしてね、めちゃくちゃショックやだね、まあ、まあ、っていうのがありますね。というかあんまり時間ない。そうなんですよ。あ、もうちょっとな、すみません、ありがとうございます。な、あの、谷口正志君、はい、はい、あの元うちの社員です。はい、はい、はい、今そうでしたね、はい、いろいろ今手伝ってもらってます。いろいろ僕の新、ね、今新築物件2件とも、はい、正志君が図面描いてくれてて、はい、あの僕が大した図面引けないんで彼がいつもフォローしてくれてる、あのまあ仲間です。はい、はい、いつも電話で怒られてるし、構造的に持ちませんね、コスト上がります、そうですか言うて、ごめんなさいねって言って、昨日も電話したところですね、昨日も電話した藤村さん持ちませんよって言ってデザインばっか追いかけたらダメですよって言われつつ、はい、彼がちょっとキュッと締めてくれるんですよ、いいですね、どう思いますか、いや、まあ、それあのね、まあ、私もそうなんですけどね、藤村さんと一緒でね、うん、だからまあ親分がはちゃけて、であの脇にいる人がね締めないとね、はい、建築って良くならないんですよね、締めるばっかりで面白ないし ね、 そうですね、はちゃけるばっかりでは困るしね、はい、うん、だからあなたのような存在があって初めて建築は成立してるんですよね、うん、はい、でもいずれ親分になりたいね、そうですね、うん、で来年うまくいけば、うん、もう一本立ちできるかなと、本当、はい、そうやっとですけど、どうですか、いい、素晴らしい、素晴らしいですね、もうぜひとも、ぜひとも、あ、もう一級建築士取りましたし、あ、そう、はい、今年も宅建取れたかもわからないしな、いや、もう多分無理そうです、そうでもそうやってね、こうやってくれてるところが非常にまあ嬉しいかなと、そう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 、積み重ねていくうちに谷口流が出てくるから、はい、はい、まあ、応援してますね、頑張ってください、ありがとうございました、はい、それでは、また来週からはスタジオに戻りますので、はい、このコーナーでは建築の相談を受け付けしております、はい、ファックス番号が 075-253-6901 075-253-6901、 E メールの方が info@radiocafe.co.jp info@radiocafe.co.jp です。またお便りもお待ちしておりますので、どしどしお送りください。そうですね、あの来週からはまたあのスタジオで送りますので、はい、ぜひぜひお便りを、初お便りも結構ですので送ってくださいということで、はい、今日はもうお別れの時間が参りました。それではまた来週建築カフェでお会いしましょう。相手は藤井こと藤村正嗣とアシスタント竹村麻里とゲストの皆さんでお送り出しました。それではまた来週、さよなら。この番組は伊賀の浅田建築、亀岡の芦田建設の協力でお送りいたしました。